どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、こちらの ANA のね JCB クレジットカードなんですけども、結構前にですね、今一度解説ねお願いしますということでリクエストねいただきましたので、今回ですねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、改めましてこちらの ANA の JCB のクレジットカードですね、スーパーフライヤーズカードも含めてですね、解説ねやっていきたいななんていうふうに思いますので、これからね発行検討されている方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、私の方でね一覧で作らせていただきました。こんな感じになっておりまして、上からねソラチカカードに一般カード、ゼロカード、 JCB の一般カードで、ワイドカードでワイドゴールドカード、ソラチカゴールド、 ANA JCB プレミアムカード、 ANA JCB の SFC の一般カード、 SFC のゴールドカード、 SFC のプラチナカードということで、こんな感じになっております。でまずね年会費なんですけども、一般カードはですね基本的に初年度無料で、2年目以降からね料金がかかるっていった形になります。でワイドカードはですね、こちらね結構中途半端なね位置づけのクレジットカードなんですけども、年会費が7975円っていった形になります。でゴールドカードになると SFC が付いてないやつだと15400円っていう風になっておりまして、プラチナカードは77000円になっております。で SFC が付くとですね、一般カードであっても11275円っていう風になっておりまして、SFC のゴールドカードだと16500円で、プレミアムカードだと77000円っていう風になっておりまして、プレミアムカードだけはですね、このSFC がついてるかついてないかで年会費はね変わらないっていう風になるわけなんですけども、年会費はねこういった形になります。で家族カードもですね、 ANA の場合は発行することができるっていう風になっておりまして、残念ながらですね、どのカードを選択しても年会費無料ではね発行することができないっていった形になるんですよね。で次にね、年会費の割引後っていうのがねあると思うんですけども、JCB のクレジットカードはスマリボっていうねリボ払いのサービスに設定していただいて、年間1回以上ね利用していただくとですね、年会費の割引をね受けることができるんですよね。詳しくはねこちらの動画で解説させていただいておりますんで、詳しいことをね知りたい方はこちらの動画ぜひ参考にしていただければなと思うんですけども、 SFC 持っている方で一般カードゴールドカードにしていて全然利用されない方、まあメインカードにされない方はですね、このスマリボっていうのはですね登録して年間1回ね利用していただければですね、年会費の割引はね受けることができるっていう風になりますんで、非常にねおすすめっていった形になります。またねメインカードで JCB カードをガンガン使っているっていう方は、逆にねこのスマリボっていうのはまあ一応ね繰り上げ返済すればいい話ではあるんですけども、手間な部分も多いですし、 JCB のリボ払いっていうのは初月からね手数料がかかったりとめんどくさい部分もありますので、メインでね利用されている方はお勧めしないんですけども、 SFC 維持だけでね発行されている方であればですね、結構ねおすすめっていう風になりますんで、ぜひねこちら活用していただければなと思います。このスマリボをね利用していただくとですね、年会費の割引は受けられるということで、この欄はですね、年会費の割引をね受けた後のね金額っていう風になります。一般カードはですね1375円ということで、そんなに大した金額にはならないんですけども、ゴールドカードであればですね5000円っていうね割引は受けられるっていう風になりますんで、かなり大きいですよね。ですけどもプラチナカードになると、逆にねこれスマリボとかね利用しても年会費の割引はね受けることができないっていう風になりますんで、まあ基本的にはですね SFC の一般カードとかゴールドカードで全然利用されない方はですね、こちらね非常におすすめっていった形になります。それでは次にこちらね年会費合計っていう欄があると思うんですけども、これもね SFC の方になると思うんですけども、本会員と家族カードね両方発行される方いらっしゃると思うんですよね。まあそういう方はこの欄をね参考にしてください。で先ほどねスマリボの話をさせていただいたと思うんですけども、スマリボはね年会費の割引が本会員は受けることができるんですけども、これね家族会員はね割引受けることができないんですよね。これ結構不思議なんですけども、
ですんで、この表にあるね、ソラチカカードとか、本会員の方はですね、スマリボの割引で625円までね、ソラチカカード年会費落とせるわけなんですけども、これね、家族カードはね、1100円普通に取られますんで、本会員よりね、家族カードの方が年会費がね、高いっていった形になるんですよね。これ結構不思議なんですけども、こういった形になります。それでは次にですね、還元率ですね。ここがね、一番重要になってくるかなと思うんですけども、一般カードの場合は、0.5% から 1% って表示させていただいていると思うんですけども、こちらはですね、0.5% 還元、まあ100円で 0.5 マイル、まあ200円で1マイルですね。この還元率だと、イクオ手数料がね、かからないっていう風になっておりまして、こちらね、1% にするにはですね、年間5500円のイクオ手数料がね、かかるっていう仕組みになってるんですよね。これが一般カードではね採用されておりまして、ゴールドカードを超えるとですね、特にこういった移行手数料とかはかからないんですけども、年会費が高くなっていくっていうね、こういった形になってるんですよね。ですので、まあ基本的にはね 1% 還元っていう風になっておりまして、プラチナプレミアムカードだけ 1.3% 還元っていう風になります。ですので、まあプラチナカードはね、年会費が7万7000ということで、かなり高額っていう風になりますんで、まあここはね、あんまり入ってくる人いらっしゃらないと思いますので、まあ基本的にはね、1% の還元率っていう風になります。で、最大還元率でね、一番高いのはどれなのかっていう話をしていくとですね、ソラチカゴールドカードになるんですよね。で、その次がソラチカ一般カードっていう風になっておりまして、これはね、何なのかっていう話なんですけども、ANA マイルのね、最大還元率の部分に書いてあると思うんですけども、ソラチカカードは 1.54%、ソラチカゴールドは 1.625% ということで、これはですね、ANA の JCB のクレジットカードは、こういったね、JCB スターメンバーっていうのはあるんですよね。これはですね、JCB のカードだと、年間の決済額に応じてですね、追加でね、還元率が上がるね、サービスっていう風になっているわけなんですけども、これをね、考慮していただいて、さらにですね、先ほど話したスマリボありますよね。スマリボを利用するとね、ボーナスポイントが2倍になるね、サービスがありますんで、これを入れていただくとですね、この ANA マイルの最大還元率の部分の、還元率がね、受けれるようになります。まあ、この中でもですね、一般カードだと100万円までとか、ゴールドカードだと300万とかね、年間の決済額ね。まあそうすると翌年適用されるみたいなね、そういった感じになりますので、まあ100万円ぐらいだったらね、まだ、いける方はね、いらっしゃるかと思うんですけども、300万とかになるとね、結構ハードル上がっていくっていう風になりますんで、一応ね、最大還元率を求めると、こういった形になります。まあですけども、まあこのスマリボもね、利用しなきゃいけないですし、で、またガンガン使っていかなきゃいけないので、先ほど言った通りね、スマリボの繰り上げ返済みたいなのも利用していかなきゃね、いけないっていう風になりますんで、結構ね、手間っていう風になりますんで、まあ基本的にはですね、1% 還元、まあプレミアムカードは 1.3% 還元でね、狙って利用していただくのがね、いいのではないのかなと思います。それでは次に貯まるポイントなんですけども、貯まるポイントはね、置き時ポイントっていう風になります。で、先ほども言った通りですね、0.5% 還元であれば、移行手数料ね、かからないんですけども、一般カードで還元率を 1% に上げたいってなると、移行手数料はね、5500円ね、発生するっていった形になるんですよね。で、ゴールドカード以上であれば、このね、ANA マイルにね、移行手数料はかからないで、利用することができるんですけども、まあ、それに伴ってね、年会費が上がっていくっていった形になります。で、ポイントの有効期限なんですけども、一般カードは2年、ゴールドカードは3年、プレミアムカードは5年っていった形になりますんで、この点もね、有効期限があるっていうことは覚えておいてください。で、次にですね、入会と継続マイルですね。 ANA のクレジットカードは入会するだけでマイルがもらえて、またね、カードを更新するとマイルがもらえるっていった形になります。一般カードであれば1000マイル、ワイドゴールドカード以上であれば2000マイル、プラチナカードだと1万マイルがねもらえるっていう風になりますんで、まあプラチナプレミアムカードはですね、年間7万7000いたしますけども、入会と継続で1万マイルがもらえるっていう風になりますんで、これはね、結構すごいですよね。特旅マイルとかでね、片道3000マイル区間とかね、利用すれば行って帰ってくることもね、できるマイル数っていう風になりますんで、この特典をね、気に入っていられる方もね、結構いるのではないのかなと思います。それでは次に旅行保険ですね。JCB カードといえば、
旅行保険っていうねイメージが強い方もねいらっしゃるかなと思うんですけども、こういった形になっておりまして、一応ね一般カードのこの星印がついている、あ、米印がついているところなんですけども、一般カードでも一応ね自動付帯で保険がね適用になっております。公式サイトね、こういった形で、最高保証額、海外旅行1000万、国内航空1000万、国内旅行はなしということで、こういった感じでですね、一般カードでも保証はね、ついております。これね、注意が必要なんですけども、これね、自動付帯で保証されますっていう風に、公式サイトにね、こんな感じで書いてあるんですけども、これね、保証額を見ていくと、一般と学生会員のところはですね、死亡による保証が1000万、障害による後遺症障害が40万円から1000万ということで、あとね、救援者費用で100万円ということで、これ以外ですね、保証ついてないんですよね。公式サイトを見ると、まあ保証額ね、最高1000万でついてるようにね、見えるんですけども、海外旅行保険のね、一番重要な部分っていうのは、怪我とかですね、病気とか、まあそういった時に、この海外旅行保険って一番使うと思うんですよね。で、この一般カードにはですね、これが付帯しておりませんので、まあ、この点をね、注意していただきたいなと思います。で、この表にね、ある通り、ワイドカードスーパーフライヤーズ会員の一般カードだと少しね、保証が増えて、保証入っているわけなんですけども、一般カードとかね、学生カードにはですね、こういった感じで記載はあるんですけども、保証はね、一部っていう風になりますんで、この点はね、注意していただきたいなと思います。それでは次にですね、ANA JCB ワイドゴールドカードだったり、スーパーフライヤーズカードのゴールドカード、またね、ソラチカカードのゴールドカードだと、こういった形になっておりまして、こちらもね、自動付帯になっておりまして、国内旅行、海外旅行ともにね、自動付帯になっております。またね、このゴールドカードになるとですね、家族特約対象っていうね、家族特約までね、ついているっていう風になりますんで、海外旅行限定にはね、なるわけなんですけども、ご自身だけではなく、家族の方もですね、こちら、保証範囲ね、入っているっていう風になりますんで、ANA の JCB クレジットカードに関しては、非常にね、充実しております。で、余談なんですけども、まあ、私の動画でもですね、取り上げさせていただきました、こちらの動画で。プロパーのね、JCB のクレジットカードありますよね。そちらに関してはですね、この旅行保険っていうのは自動付帯から利用付帯にね、切り替わっております。JCB の最高峰のクラス、ザ・クラスでもですね、こちらね、自動付帯から利用付帯にね、変更になっているっていう話ですので、まあ今現在はですね、この ANA の JCB の、ゴールドカードに関しては、解約情報があった時に対象外ということで ANA の JCB のゴールドカードとかはね、入ってなかったわけなんですけども、JCB のね、プロパカードの最高峰のクレジットカードでも旅行保険に関しては、自動付帯から利用付帯にね、変更になっているっていう風になりますんで、もしかしたらですね、今後ね、ANA のクレジットカードも自動付帯から利用付帯にね、変更になるかもしれませんので、まあそういった情報ありましたらね、また私の動画のチャンネルで、ね、解説出したいななんていう風に思いますので、ぜひね、チャンネル登録しといていただければなと思います。それでは次に空港ラウンジですね。私の動画ではですね、結構言わせていただいてるんですけども、空港のラウンジっていうのはね、3つのね、種類がありまして、クレジットカードで入れるラウンジと、プライオリティパス、ラウンジキーで入れるラウンジ、あとね、航空会社のラウンジがね、あるわけなんですけども、まず一般カードに関しては、どれもね、入ることができません。クレジットカードラウンジも、プライオリティパスのラウンジも、航空会社のラウンジもね、入ることができません。で、ゴールドカードになるとですね、空港のクレジットカードラウンジが入れます。で、JCB のクレジットカードに関しては、こちら都度料金ということで、毎回お金がかかるわけなんですけども、1回32ドルでラウンジキーっていうね、ラウンジが、まあこちら提携のラウンジですね。まあプライオリティパスとね、同じになってるラウンジが結構多いと思うんですけども、ラウンジキーが提携しているラウンジでね、利用することができます。都度料金で1回32ドルでね、利用することができます。で、航空会社のラウンジはね、こちら ANA のゴールドカードで、結構勘違いされる方ね、いらっしゃるんですけども、航空会社のラウンジはゴールドカードを保有していても入ることができません。まあ、
リクマイラーの方ね、やられている方は結構知ってる方も多いと思うんですけども、これね、ゴールドカード持ってる方で ANA ラウンジの前で揉めてる人たまに見ますんで、これね、ご注意ください。ANA のゴールドカードを持っていても、ANA ラウンジはね、入ることができません。で、次にプラチナプレミアムカードなんですけども、こちらに関しては、クレジットカードラウンジね、利用することができます。で、都度料金にはなりますけども、ラウンジ機費も利用することができます。で、プラチナプレミアムカードになると、プライオリティパスもね、利用することができるっていう風になります。で、これもね、年間何回でもね、利用できるプレステージ会員がね、利用することができるっていう風になります。これがね、プラチナプレミアムカードになるとね、結構強いですよね。で、また、国内線の限定にはなりますけども、ANA のプラチナプレミアムカードを保有していると、ANA ラウンジはね、国内線限定にはなりますけども、利用することができるっていう風になりますんで、修行もいらずにですね、ANA の国内線限定にはなりますけども、ラウンジね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、この特典を目当てでね、発行されている方も、中にはね、いらっしゃるかななんていう風に思うんですけども、プラチナプレミアムカードであれば、発行するだけで ANA ラウンジはね、利用することができるっていった形になります。ということで今回ですね、ANA JCB クレジットカードね、解説させていただいたわけなんですけども、まあ私はですね、今ね、SFC を一般カードにつけてるんですよね。で、今は一般カードにつけてますけども、来年はね、ゴールドカードにしようかななんていうふうに思ってるんですけども、まあこれもね、ちょっと状況によっては変わるかもしれないんですけども、今の気持ちとしてはね、ゴールドカードにしようかなっていうところですかね。で、私の場合はですね、奥様はね、ほとんど一人で飛行機乗るっていう機会がありませんので、まあ家族カード発行しなくていいかなっていうところなんですよね。ですので、まあ私はね、来年ゴールドカードにして、で、まあ私もメインカードで使っておりませんので、スマジボを登録して利用させていただいて、年会費の割引を受けてみたいなね、まあそんな感じでいこうかななんていうふうに思います。スーパーフライヤーズのね、一般カードの年会費って割引後だとね、9900円なんですよね。で、ゴールドカード、SFC のゴールドカードだと割引後だとね、11500円なんですよね。ですので、年会費の差っていうのは、SFC の一般とゴールドって1600円しか変わらないんですよ。ですので、まあそれだったらね、ゴールドカードにしようかなっていう感じなんですよね。ですんで、多分ね、来年はゴールドカードにすると思うんですけども、まあこれもね、状況によってもしかしたら変わるかもしれないですよね。まあひとまずですね、この ANA のね、クレジットカードっていうのは、一人で利用するのか、家族カード発行するかによってね、結構変わってきたりもしますので、まあこちらの表ね、参考にしていただいてね、ぜひ利用してみていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。またねこういった感じの動画作ってほしいっていうのがございましたらですね、ぜひねコメントいただければなと思います。ということで今回の動画をこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。